大丈夫かなぁ。もうやばい空気か。ピンピンしませんからね。ここはどういう場所だったんだろう。父が残した文献には、記載、え記載が行われていたと書いてありました。記載奇妙な祭りで記載。どういう意味それ。帰省する面に操られた村。 神主は祭壇に祀られた面をかぶり、村に刑事を与えました。村人たちは面を神とあがめたそうです。遠い昔の話です。はあ。それが既成麺。人に取り付く麺の伝承か。その信仰が廃れて急速地になったんだな。 これが今、こういう感じで、この5人を脅かしていると。またあの音だ。何の音だコウモリじゃないん。動物じゃけん、コウモリぐらいおってもおかしくないと思うんやけど。おっといかにもなんか呪われてそうなアイテムあるよ、これ。ちょっとスマホゲームでこういう日本人形のやつ見たことあるんやけど、これ。 なんか、朗読をさ、集めて、それを与えていくやつ。そしたら、与えたら成長するやつ。日本人形がある。てる、この顔。一緒やな。既成面と、規制面と同じ顔ですね。何か仕掛けが合うのでしょうか。どうするえぇって。<laughs> わぁ、これ怖っなやかさ、叩いてみてさ、それでいきなり呪いでさ、天罰くらったらまずいやうっって血吐きそう、吐いたらやばいやん、これ。観察まず一旦ジロジロ見よう。いやー恥ずかしいとか言われたらちょっとそこまでやけど。顔が犠牲面と同じなのは何か関係があるのかあるんかいわぁ、なんか俺叩いてみたくなってきた。こうなってきたよ、なんか叩いてみたくなってきたよ、みんな。 やってえがなみんな視聴者のみんなやっちゃうよみんなえい、ー、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 人形を叩くだ特に何も起きない。顔にもしか仕掛けはなさそうだ。あ、別にいいんかい叩 <laughs> いたところでっ感じだったんだ。じゃあ触ろう。あ、仕掛けもないの結構普通な人形なんか。うーん、思わせぶりだけど、意味はないのか 気持ち悪いし、壊しちゃえばおいお前 <laughs> そのさ、安易な考え方で言います。俺ら閉じ込められているというピンチに陥ってるんじゃないかお前 <laughs> いや、謎が解明できてないのに危険だろう。とにかく、何もないなら先に進もう。何かありそうなんやけどな。何もないんか。 い、色が違う。また、あったぞ。今度は青いぜ。やけに思わせるぶりに置いてあるわね。やっぱ意味があるんじゃねえのかうーん。うわ、また叩いてみるとか触ってみるとか怪しいすぎるだろう。赤、青か。これ黄色ってきたら信号機なんやけどさ。 んなんななこれ観察観察ジロジロ見るよこれは色が多いけど何か意味があるのか意味って別にいいだろう別にいろんな色のがあたって人形なんやけどさ色をね触ってみようやっぱり何もないんじゃえそんなこと言われたらたたきたくなるやん やっぱり何も起きないあ、本当に意味はないのかお兄ちゃん、やっぱり壊しちゃおうよ <laughs> やめろ、ブレイクあるな、お前<笑><笑>いらない、何も壊しちゃおうよ <laughs> キラー先輩のことを言うなよ <laughs> とにかく先に進もう 何か引っかかっとんな、キラ先輩の方は。これで黄色があったら本当に信号機なんやけどさ。いや信号機だったら何だって話だけどさ。<laughs> <laughs> えー、何これ赤と赤チーム <laughs> お、青チームみたいな感じになってる。て <laughs> れちゃん、あの扉あ<ー>そうです。間違いありません。ですよね。 出る。俺分かったぜはそこの赤と青の台座にさっきの2つの人形を乗せるんだよそうすじゃあこの扉が開くんだああいますよねなんかみんな分かってるのに自分だけすぐに分かったへへ偉いだろうっていうような人間っていやみんな気づいてましたよ <laughs> ちょっと持ってくるぜ ああ、でも、キラ先輩、そんなことしなくても。てるちゃん、やらせてあげて。チェリーさんキラちゃんは思いついたら実行しないと気が済まないのよ。なんて、面倒な選択なんだ。まだこの音、このタイミングで。チェリーさん、あの音聞こえてますか<え>カサカサって音よね。 虫でもいるんじゃないかしら。虫虫寄生面寄生で虫寄生虫うわえいや、やばいやばいや、来たぞ。ちょうど来たぞ。寄生面の正体っぽいのが来たかもしれん。ああ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 あはははは。<laughs> ガチのやばいやつ、これ。 あああ、そうかオープニングでもさー <laughs> い,いよったもん。や、あったなこう、なんか虫がわちゃわちゃって。これ虫だったんじゃ。芋虫だったんじゃ、これ。<laughs> きっき、生命だと他にもあったのかおーまいガー出るあの面をぶった,たけはいえー、ちょっとちょっと、いいのこれ大丈夫ないけはい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  キラー先輩大丈夫かああこれ前にも見たことある資材カードの時に見たことあるやつもうなんかこの血塗りの塗り方血の塗り,塗り方さ慣れてきただろう <laughs> 先輩しっかり出る助かったぜでもめっちゃ血がついてます出てますよああやばいな あの食、食臭が刺さったんだな。ねえ、ここで休ませてあげようよ。いや、ダメだ。記憶のねじまけで道が変えられてしまうかもしれない。ここではぐれるのは危険だ。確かに。そ、そんなー私がおぶっていくわ。チェリーさん。わり。 ェリーちゃん、別にいいのよキラちゃんのスレッジハンマーはここに置いていくわよああ <laughs> さあきましょうテールはいやっぱ2枚目があったわそれじゃ日本人形を置きますよ から何が起きてもおかしくないんだぜもう目が光ってるやん開いたほら、開いておよ、キベちゃん。ああ。キラ先輩、さっき説明しましたが、夢の奥なのでならドリームリンクへ道を開けるので、もう無茶はしないでください。出る、そういうことは早く言ってくれ。 すみません、キラ先輩いやだって。だってキラ先輩が、だってキラ先輩が一人で突っ走るから、キラ先輩の方もちょっとこれ、反省してほしいし。てる、この先にもさっきのようなはぐれた寄生名がいるかもしれません。注意していきましょう。わかりました。 怖いなこれはわあ、外壁に顔めちゃついてる気持ち悪これでも規制面あ規制面なのかよすべて規制面ですね飾られているだけか動き出す気配はないけど動き出してきたらもうたまらんぜみんな もしカサカサっていう音が聞こえたら日本人魚のとこまで戻ってください人魚を台座から下ろせば扉は閉まるはずですオッケーだよどいつが動き出してさ襲ってくるかわからんなこれ耳を澄まして あの男が出したらダッシュで逃げましょうオッケーおっ赤い犠牲面えなんなん赤い赤い専用機シャー専用なのシャー専用犠牲面、これ <laughs> 認めたくないものだな お兄ちゃんなんだルナさっきみたいに扉を開くために色のついたお面が必要かもしれないよこれ持っていこうよあいやいやそ,それルナちゃんやばいやつじゃない持っていったらあとと誰かが寄生されちゃうパターンじゃないかな大丈夫かなるほどなわあ、やばいなこれこれは持っていかざる応援ような流れになってきておきてやばいなこれリスキーだな持っていこうか よし、持っていこう。赤いお面を入手しました。わっ。これ持っていかんかったらどういう感じになるんだろうな、これ。ああ、まだや。さっきのルナの言った通りやん。ほら、やっぱり、こう仕掛けてさっきと同じだよ。持っていこうよ。 確かにこれ持っていかなあかんやつやなこれはけど不気味やな青いお面って青りを思い出すわこういう流れからしたらさ本当に扉があるみたいな感じになるけどさどうなんだろう置く場所ないやん 奥くじゃないやルナ <laughs> えあれ普通の扉だあれじゃあ、この面の意味はああでああやられた動き出したわ、罠だったのか。ま、間に合わない即死イベントだった。 赤いでーす青面でーす俺ですすす青俺よっしゃ持っていかないやめておくルナおにはわかるんだこれ持っていったらすごいやばいことになる襲われるからよくよく考えたらあとで取りに来ればいいっていう選択肢あったんやなこれ <laughs> よくよく考えたらそういうことだったんやな えあれ普通の扉だって感じ、ね。<イ>テル、既成面が。どうしたえおなになにあれ開けてくれたんやけど。いやっちゃーん。この既成面、いやっちゃーん。あ、あれだ。 はじめから持ってきていた既成面で開きましたね。祭壇まで返しに来いってことなのかあれじゃあさっきの赤と青のお面の意味はああ意味のないものだったのかもしれませんね。あんなあからさまに赤と青の色をつけとってな。そりゃ持っていきたがるわな。そうなのか。それより,り、テールここを進みましょう。 祭壇まですぐ近くまで来てる気がしますわかりました俺もそんな気がしますもうちょっとだなテルキラ先輩ここ出たら病院に行きましょう <laughs> また同じ病院に行ったらさえまたこんな感じになったのみたいな感じでちょっと委員長さんがおびっくりすることでしょうああねえ 引き返そうよ、お兄ちゃんお前、今更か、お前。片 <laughs> 付いてきておいてさ、いきなり引き返そうよ、お前だろ、お前。何を言ってるんだ、ルナ。犠牲名を返しにここまで来たんじゃないか。もう少しだから、行くぞ。うん、うん。さあ、近い。その先は近い。 だから既成面を封印したところで何かが起こるかもしれん。大体規制面ってさ、何のためにあるんかまだよう分かってないよ、まだな。いや、あ、そうか、神だと思われとんやけどさ、だとしたら神が、神だと思っとる側の人間が出てくるかもしれんで、少し明るいですね。きっと祭壇が近いです。そうだ祭壇にこそ何かがありそうなの。最後まで油断しないでください。 このハートビートがすごい聞こえてくる。ドグンドグンでな。祭壇あれが祭壇かなんか真っ白な寄生面がありますよ。あれが本物の寄生面です。本物はい。昔の神主が身につけ、神になりかわって村人に刑事を与えたのです。神になりかわった 偽物の犠牲面は人を殺して体を乗っ取ろうとするお面でしたね。偽物はそうすることで本物を人の手から守ろうとしていたのです。あ、なるほどな。要はあの影武者じゃ。影武者なんやな。一種のセキュリティシステムですね。はあ。この本物の犠牲面は他の誰かに成り代われるのです。成り代われる 他の誰かにそうですえ全く同じ人が出てくるってことだとしたら俺さこの生命たくさん手に入れてジェイソンさん何人も作ってさわあジェイソンさんばっかりのファーレムやみたいな感じでやってみようかなあす,すいません何でもないです昔の人は祭りの時にこの面を使って神に成り代わりましたそして祭りが終わるとこの面を濃い夢の中に戻したのです あそうってことはさそのかんも夢に入れる能力持っとったってことそれってつまり昔も夢に入れる人がここをこれを取りに来ていたんですね夢見の家系と同じ能力を持った人がイエスそうですテレのご先祖様はもしかしたらここに関係ある人なのかもしれませんね 父ェチが盗んだ寄生面はここに置きます。私は手を合わせていきますから、扉のとこまで行っててください。あ、ちょっと待って。一人きりにしたら何かあるぞ、おい。おい、ジェイソンさんに何か起こるかもしれんで、ちょ、ちょっとそれはちょっと、やめて。てるくん、わかりましたって言うて、去っていくやめて。わー、言っちゃったわかりましたって、これ、ジェイソンさんの体に何かあるパターンだろう。おいのせんぞ。 夢みの力を持つ人間。そんなの考えたこともなかった。あれ <laughs> お待たせしました。あ、大丈夫だった。<laughs> あ<れ> <laughs> あ、大丈夫だったんですが <laughs> ジェイソンさん、あれ <laughs> 俺の勘が外れたな。別に平和的な解決するんだったら別にいいけど。<laughs> あ、よかった。これで呪いは解けたはずです。 お手数おかけしましたあでもさこれでさ安易に呪いが解けたはずって言うもちょっとあれやな本当に呪い溶けてんのかってちょっとこれ <laughs> 買いかぶりすぎかなそれじゃあ行きましょうオッケーあちょっと待って今本物なかったぞおい本物なかったけどいけるんえちょっと今本物なかったぞおい偽物しか置いてなかったぞお前今 え、何今のどういうことえジェイソンさんもしかして今本物持っとるか実は本物って言うのが目的でしたみたいなこと言うんじゃないぞお前あ来た生命が遅いに来ようと来てるなまさかてるちゃんあの音は どうして、呪いは終わったはずなのに。いや、ちょっと待て。だってさ、本物なかったやん、ジェイソンさん。本物なかったことと本物が動き出したか、お前が盗んだからのどっちかよぞ、お前。みんな、さっきの日本人形のとこまで走り抜けよう。あの人形を台座から外せば、扉は閉まるはずだ。お、OK や。どうしたキラ先輩、どうした 何か言い出そうだったよし行こうわあなになになになんなのなになになになんなの動き方が動き方がゴキブリじゃねえか壁をはうゴキブリ